ベルリン飛行指令は、佐々木譲による日本の小説作品、第二次、大戦三部作の一つである。太平洋戦争開戦前夜、極秘裏に大日本帝国海軍から、ナチスドイツに霊式艦上戦闘機が飛行していた、という謎を追うライターが書いたドキュメンタリーの体裁を取った、航空シーフ小説である。太平洋戦争開戦前夜、ドイツ空軍は、バトルオブブリテンにて、 自軍の戦闘機の航続距離の短さに苦りを舐めることとなった。ヒトラ総統は日独一三国軍事同盟を結んだ日本に対し、航続距離の長い零式艦上戦闘機のライセンス生産をドイツで行うことを持ちかけ、性能評価のために数機を購入することを希望。ドイツとの関係を重視した海軍上層部はそれに応えるため零式。 環状戦闘機をドイツまで輸送することとなった。海軍士官である大貫と文艦の山脇はその計画を担当することになる。しかし、イギリスの海上封鎖が予想されるため船舶での輸送は不可能であり、ソ連への侵攻をもくろむドイツ上層部の意図により、ソ連領土内の飛行も不可能であった。したがって、インド上空を経由して飛行していくしかないのだが、 海軍のベテランパイロットは不可能と断言する。しかし、上海で不祥事を起こし左遷されていた海軍パイロット安藤と部下の犬井は大抜きの説得によりその計画のパイロットとなることを受けるのであった。陸軍の工作員やインド、イラクの繁栄勢力の協力により中継飛行場も確保され安藤たちは未曾有の長距離飛行に旅立つことになる。ありがとうございます。